とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ今日も妖怪学園 Y、YY 学園生活をやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは行きましょう。今日はね、体験入学の新しいアイテムゲットしました。結構難しかったんだけどね、見てみましょう。それでは入力しました。で、受け取りかな。あ、追加コンテンツがダウンロードできました。で、これで受け取りをすればいいのかな。確かこの手順だったと思うけども、あった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 。はい、特設サイト交換アイテム E、 学園ジバニャンだね。これ入手するの難しかった。もうありとあらゆるところの動画を見たりとかサイトを見たりとかして、ようやく2500ポイント手に入れました。やった、学園ジバニャン手に入れた。強いのか、強いのかな。ちょっと見てみようか。召喚メダルなのよね。入手順 100? 強いの、レベル 100? いや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 、強いでしょどうせ。まあバケーラのノーマルと言ってみましょう。はい、まあ召喚されるまで待っといてみようか。普通のキャラだったら多分2発ぐらいでね倒せるもんね、バケーラを。今の俺の感じだったらね、多分1、2発で倒せると思うんだけど。さあ、学園ジバニャン2500ポイントだよ。かなりのポイントでやったんだけども、どうなるでしょうか。危ない、クラブの支援で倒しそうやばいね。早く来てジバニャン。お前の時間だ。来た、学園ジバニャン。弱っ弱っ。え、嘘でしょ、めちゃくちゃ弱い。学園磁場にはむちゃくちゃ弱い。いけ磁場には攻撃当てろ289、弱すぎる弱すぎる。え、これに2500ポイント俺は使ったのか。いや、せめてさせめてジバニャンレベル500ぐらいはあってくれ。いやー、なんだ、予想に反してジバニャンむちゃくちゃ弱いです。まあ見た目が可愛いっていうだけかな。はい、ということで今日はね、学園ジバニャン入手してみました。2500ポイント使うからどんな感じかと思ったらレベル100だね。レベル100のジバニャン、見た目は可愛いけども強さは期待しない方がいいです。全然弱いから。はい、まあポイントが余ってる人は交換してもいいんじゃないでしょうか。まあ率先して交換した方がいいとはちょっと言い難いな。はい、学園ジバニャンこんな感じでした。ではね、また出していきます。そちらもチェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。そして公式 LINE もやってます。公式 LINE では実写動画もやってますのでチェックをよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。そいやっ。